こんにちは今回ご紹介するのはこちらの勉強も仕事も時間を無駄にしない記憶術ということで、えー、記憶ということにフォーカスした一冊になっておりますで、この本で、えー、まず一番最初に、えー、印象に残っている言葉が記憶と頭の良さは関係ないということで、えー、勉強ができないから記憶が記憶力がないというものではないということがわかるったのが、えー、非常にこのなんか安心できる言葉じゃないかなと感じましたということはじゃあきちっと そのやり方さえ分かっていればじゃあいわゆる「頭が悪い」と思っている人たちでもきちっと覚えることができるっていうことがこの本を読むことで分かります。では記憶というものはどういう仕組みなのかっていうことから始まりではどのようにインプットをするかそしてさらにアウトプットですねアウトプットをどのようにしていくかということまで含めてこの勉強でも仕事でもこの役に立つ。 っていう方法がこの一冊で学べるのではないかなと感じました。で、まさにもう仕事も勉強もということで、子供から、そして大人まで、えす、ー、べての方が役に立つ、そんな一冊じゃないかなと思います。ぜひこれを読んで、記憶力アップ、えー、ご一緒にやってみてはいかがでしょうか。以上です。